ジェンダーレスエイジレス体ボンレスグラリオサ男です。わいざいまー。あれ男どこにいんの？ハート折り越してパーってなってる方多いかもしれませんけど、わしの男親、男親っていうのは男の親でもあり男の親でもある、まあ要するにお父ちゃまの別荘の方に来て今日は撮らせていただいてます。ええとこの子です。なんか男友達から男のなんか宝物って何なのみたいなのに聞かれて、ただただそのなんて言うんだろう、あのわしの宝物ってちょっと尾が入ってるからつまんない有限会社になるよって言って、男友達のみんなは男に興味出始めてるから面白株式会社になるよって言われて、ということで今回の企画、男的わしの宝物シリーズお気に入りの剣ベスト3。イエイイエイボーボー。わし剣好きなんです。その剣道をやってましたので、剣を持つと総合山になる。あれ男友達のみんなは剣あんま持ってないのかな。まずその1、ライトセーバー。まあ、スターウォーズっていう映画があって、その中にまあ出てくる光る剣、どのようなものかと言いますと、こちら。わかりますかね。くるっと一周しましょう。ハズブロ社のアナキンスカイウォーカーライトセーバーになります。アナキンスカイウォーカーっていうのは、そのスターウォーズの中でもそのエピソード1から3までの、まあ、主人公という形になりますかね。わしらの世代だとそっちが後だからちょっとややこしいみたいな、とは言ってもあのエイジレスなのでちょっとよくわかんないですけども。でアナキンでいうところの2本目、つまりは、このライトセーバーがオビワンが拾って、オビワンがルークに渡して、でルークから今やレイに渡って、そんでわしに渡ってるっていう、うん、なぜ宝物なのか。もちろんこの、 見た目だけでもいいんですけど、やっぱり気に入ってもすごくて、この良さ知ってもらうために電気の方消したいと思います。はい、わしはここにいます。いきますよ、わしのホース使いますよ。総合山、わかります。このように光りますし、こう移動させることに音なんですよ。ちょっと衝撃なんか与えちゃいますと、ちょっと立っていいです？切りますよ。これ総合山、音と光、そろそろつけた方がいいか。このやっぱりギミックの凄さ、本物持ってるとしか思えないですよ。重みもありますし、はい。他にもこちらは EFX ルークスカイウォーカーリビールライトセーバーのレプリカになってるんですね。世界に1000個しかない、うちの845ヤシコ、ヤシコって感じの。こちらもやっぱこうギミックこっちはやっぱりその何て言うんですか、このソード部分あるわけじゃないので、こうやって飾るっていう意味でのテンションの上げ方になりますね。これはテレビ台のところにいつも置いてます。皆さんパーってなってない。その2、レーザーブレード。わし特撮ヒーロー大好きで、その中の宇宙刑事ギャバンっていうので出てくる、まあ剣、まあ、メタルヒーローとしてギャバンは始まったわけで、そっから宇宙刑事シリーズとかにつながって、そっからメタルの歴史は始まるんですけど、ギャバンを演じた大場健二さんっていう方が、わしはもうちっちゃい頃からずっと好きで、要はジャック、ジャパンアクションクラブの、人でもあり、バトルフィーバー J のバトルケニアとか、デンジマンのデンジブルーやってた人で、もうそっからハマっちゃって、ちょっとパーってなってると思いますけども、わしのちっちゃい頃の身の回りではジャックのブームが来て、そっから映画、
伊賀のカバマルとか孝太郎まかり通るの実写版があって、その映画を何度も何度も見に行って、もう大場さん大好き、まあ、平成になってから、あ、とはいってもあのエイジレスなんで、ゴーカイジャーのザ・ムービーの時にギャバン復活したんすよ。その中で大場健二さん本当にかっこいい年の取り方してて、出てきた瞬間あの映画館で泣いちゃって、そのギャバンのレーザーブレード、それがこちらになります。じゃあこのね、見た目自体も相当かっこいいんですけど、これまたすごいので、ちょっとまた電気の方消しに行きますね。ちょっと行きますよ、ギミック。レーザーブレード、レーザーブレード、わかります、総合やば、ダイナミック、立ってまいったか、ダイナミックっつって音もなく、なんだろう、グズグズするなよ、はい、男なんだろうって言ってんの、男なんだよ。だんだん光っていく感じとかって本当に本編と一緒に真っ暗なまま話してた。ちょっと電気つきに行きますね。何が好きかって、このギミックの音とか声の音量、さっきのやっぱりライトセーバー結構強めの音出るじゃないですか。なのにこれはちょっと控えめな宇宙刑事ギャバンぐらいの日本のヒーローだなっていう繊細さを感じる、あんまり近所迷惑にならないようにみたいな部分があんのかな。みんなついてこれてますか。その3、目とモノノフライト、あの桃色クローバー Z っていうグループの、 あのファンのことを通称モノノフって呼ぶんですけども、わしあのモモクロのファンでモノノフでもあるんです。ライブ行くたびに、ペンラとか振ったりするんですよ。2018年のモモクリの時に出た名刀モノノフライト、ペンラとして剣の形のやつ出たんです。それに至るまでからちょっと説明しましょうか。まずあの線ブレード、こういったペンライトをこっちの懐中電灯部分に加工を施して、本来のペンラのこの部分をこうはめ込めるというか、懐中電灯に対してドリンクのキャップをここでアロンアルファでくっつけて、でそこの規格とこのペンライトの上の部分の規格一緒なんですよ。なのでそのキャップの裏側部分を貼り付けて、そこにこれをくるくるくると巻いちゃえば、それがもう線ブレード、線ブレになるんです。みんなパーってなってないから、線ブレから始まって、まあ一番こうポピュラーな金ブレっていうのになって、わしあのそう説明してなかった、あの箱押しなんです。全色入るようにシートをにこうあの中に入れて作ってんですね。まあ今はもうあのももかちゃんがこう卒業してからこういう形になってみたいな、こういうのも発売されて、でいかんせん公式のグッズなんですけど、やっぱりあの曲中にぐるーんって回してぐるーんって音聞こえちゃうから、これあの周りのモノノフさん大丈夫かなっていうなんかちょっと心配もあったんですけど、そんなさなかとうとう来ましたよ、名刀モノノフライト、とうとうわし好みのペンライトが、これもやっぱりすごくて、ちょっとあの電気消しますね。つきますよ。これわかるかな、紫、レニちゃんの色に光ってます。そしてもう一回押すとピンク、アーリーの色になって、黄色、しおりの色になって、かなこの色になるという、わし箱ですので応援しながらも一回一回押して一個一個の色を出してどこかで止まる、まあ自己紹介の時はそれぞれ一色にしますけど、こう変えながら振るという、色が変わるっていうペンライトが刀にたどり着いたという、まことかということで、あのわしの好きな剣、
紹介させていただきましたけども、ようこそ本当に男友達の皆様、最後まで見てくれてありがとうござインナーマッスル大津カーレースサマーベイズバイザイマーごめんならいまさる。まだまだたくさんあのわしの趣味、やっぱりその今で雑とかももクロとか、あるいは K-POP とかなんかこういろいろあるので、そんなのもなんか紹介していけたらなっていうふうに思いました。